ございます。今日はあれですね。早くに捕まりました。そうですね。もう今日はもう餌をあげる時に行って捕まえました。やっぱり俺の顔見たら分かったみたいで、逃げてた。逃げてた。なんかいつもと違うから、あの不意打ち食らったんじゃないですか。うん、なんかまた違う人に捕まって、あれっていう感じで。うん。ねえ、ごめんね、お待たせしてね。はい。4.65。あ、ちょっと減っちゃったかな。50g あれですね。おい、減っちゃったぞ、お前。どうしちゃったの、お前は。連れて行かない日でも見に行ったりとかいうことはあります？あ、それはありますけどね。うん、その時は逃げない？やっぱり意外にね、結構そうでもないな。やっぱりね、うん、なんかね、わかるのかな。やっぱりなんかあの、そう、あのオーラを発するみたいでね、あの連れてこうって思ってると。でもね、あれなんですよ、お椀ってあれすると結構寄ってきたりとかして、うん、それで近くにいて、終わったらもう何も、僕には何もしないなって分かるんだよ。分かるよ。近くに来るもん、うん、そのまま逃げてさ、あの隠れてさ、ブルブル震えてたりとかしないの、うん、結構平気な顔して寄ってくるんだよね、うん、ねえ、本当に心を読むのよね。読まれちゃってるの、お前。やっぱお前ニュータイプだな、お前。ちょっとヌーチューしたね。もう一つね。やだね。ごめんね。ね、ピカワさん。もう、なんか入ってきたね。ごめんね。なんかそのあたりのね、逆にまた今度、あの小動物とかがね、出てきて、あの、まあ、そうですね、トカゲとかそんなものを食いそうですけどね、カエルだとかね、そういうのを狙うかもしれない。ちょっと今、お口だけ確認しよう。ちょっとね、お口見してね。中等かな。大丈夫ですね、綺麗ですね、うん、このぐらいの赤さならね、うんうん、赤くないことはないけど、あのそんなに痛々しい赤さではないからね、うん、食べてるし、うん、まああとはね、注射も打ってもらってるから、なんかちょっとちっちゃな傷、経過症状、そうそうそう、なんか毎回なるんだよね、全部こういう、うん、ちょっと今日目立ってるね。はい、いいよ、はい、飲みちゃう、どうぞ。はい、河原の入り口で、河原の入り口、河原の入り口、ね、緊張してしょうか、はい、もう出ない出ない出ない。カラカラに帰るわけだけど。ね。暖かかった、居心地良かった。うん、ね、まだいる？はい、ありがとうございました。頑張れ行こう。行けるかい。しろ。